いや、でかいでしょ、これ。進撃のヒロくんです。立石学園院長のヒロくんです。今日もロケです。外ロケ、ね、前回こちらじゃじゃん、スーパーぴょんぴょんで遊んでみたんですけど、これが本当に楽しかったんですよ。だからヒロくん、新しいもの見つけてきました。じゃじゃん、スカイランナーです。では早速開けていきたいと思います。お、でかい。いや、でかいでしょ、これ。すごいすごい。なんかね、見えるかな、こんな風に飛べるんだって。まずね、もうどん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 切っていきましょう。はい、プチプチが取れました。これね、膝当て結構きついな。これ肘、これ、これ肘だ。あ、やっぱこっちだったらスムーズ。まず足を固定しますよ。よし。お、重たい。もうこれいい運動ですわ。あ、これいい運動になる。はい、では準備できました。もうね、すごいかっこいいですこれ。本当だったらこうしてたいくらい重たくて。ちょっと一人で頑張って立ちたいと思います。よいしょ。壁を使わないと。あー、足つる。せーの、わーわー、はい、立てました、魔法を使って。お、よし。お、歩けた。歩けました。すごい大きくなってる。本当に空歩いてるみたい。楽しい。巨人です。進撃のヒロくんです。これからスカイランナーの僕と普通の歩きの僕で勝負したいと思います。よーい、スタート。よーい、スタート。今日はスカイランナーで遊んでみたんですけど、走れなかったのが残念だし、もっとビヤーンってね、あの写真のようにビヤーンって飛びたかったんですけど、それはまたね、次回できるように練習したいと思いますよ。それではバイバーイ。チャンネル登録よろしくね。ギョギョギョ。